RPG が作れるツールを作りましたので、その使い方を説明します。まずはリストマップに1を足してみてください。旗を押すと地面が増えています。1はスプライトマップのコスチューム名です。なので A の木にいくつか書いてみると木に囲まれました。そして動けなくなりました。 Oh my god! 移動を可能にします。リフト移動可能に A を追加すると通れるようになります。ちなみに空っぽを追加すると海の上も歩けちゃいます。キャラクターの位置を変更します。亀のコードの位置を設定ブロックを5の3とすると亀が移動します。ちなみに猫のコードのここを1の1とすればここからスタートします。変数 X と Y を目安に入力してください。イベントを仕掛けます。ブライトイベントのコスチュームをトーテンボックスにしてコードのこことここを4の3とすれば亀が道を遮っているように見えます。ちなみに町ブロックがあると操作されるまで待つようになります。変数イベント中を1にすると猫が動かせなくなります。にゃイベント終了後0に戻せば動けます。0で切り替える、いわゆるフラグです。ゼロのままにしてるとフリーズしるようになるから注意してね。アイテムを作ります。リストアイテムにはハットのフラグがあります。それぞれ1にすると数字が表示されます。0にすれば消えます。アイテムのコスチューム1の数字を消してリンゴをコピー貼り付けして大きさを枠内に調整します。スプライトイベントを複製します。それぞれ名前を付けておくと後で分かりやすいです。これはリンゴゲットにして、こっちは当選簿にしましょうか。リンゴゲットのコスチューム1をリンゴ拾ったにして2の3で表示するようにします。そしてリストアイテムの1番目を1で置き換えます。旗を押して確かめます。リンゴがゲットできます。当選簿を変更します。コスチュームを複製してリンゴくれるの1、はい、2、いいえとします。さらにコスチュームを複製して拾い物をくれるんだ、じゃなくてありがとうとケチにします。コスチューム名もそれぞれ変えておくと後で分かりやすいです。ケチ、ありがとう、質問とします。コードに移ってもしアイテムの1番目が1なら、つまりリンゴを持っていたらコスチュームを質問にしてなんとかと聞いて待つを入れてここは空っぽにします。さらに続けてもし出なければを入れて質問の答えが1だったらありがとう、
でなければ、ケチにします。もしの割に、待ちも入れておきます。さらに、ありがとうの時は、新しいメッセージ、亀移動を送ります。亀のコードに移って、亀移動を受け取ったら、位置を5の2に移動します。旗を押して確かめます。亀は当選部するけど、リンゴを拾って、渡してあげれば、進めるようになります。マップは、スクラッチで作ることもできますが、右クリックして、書き出しすると、テキストファイルが書き出されますので、メモ帳などのテキストエディタで編集できます。終わったら保存して、スクラッチで読み込みます。こんな感じ。エディターなら、便利な機能が使えます。位置を全て3に置換すれば、簡単に砂浜にできます。あと、スプライトマップにある、変数マップの外は、海の F になっていますが、これを山の C に変えると、こうなります。スプレッドシートや Excel が使えれば、もっと便利かもしれません。作った部分を選択コピーして、テキストファイルに貼り付けます。タブで区切られてますので、これも置換で消しちゃいます。こんな感じになります。いきなりデータを作らずに、まずは紙に鉛筆で、イメージを書いてみることをおすすめします。画像は、床屋倉庫さんを使用しています。ありがとうございます。スクラッチで使うときは、作品クレジットをお願いします。床屋倉庫さんには、種類豊富なマップが、わーセミマルの日頃の行いが原因であり、ヒポヤ倉庫さんは一切関係ありません。こちらの 32×32 を使用してます。ただし、一つの画像にまとまっています。バラバラにする方法も記載がありますので、そちらを参考にしてください。例えば、橋を読み込んで、コスチューム名を G にしてマップのコスチューム名を1の G にしてねマップの一部を変更すれば橋が架けられます未整理チップのこの辺りは脱出ゲームに使えるかもしれませんねもちろん自分でマップを書くこともありだと思います以上で RPG ツールの説明を終わります。楽しいゲームを作ってもらえると嬉しいです。僕もお使いゲームを作りましたので、よかったら遊んでみてください。ではまた。